ようございます。メイクしよう。何にしようかな。4色あります。何にしようかな。まずは左上のやつ。右下のやつここにつけたらもう目がやばくなる一番濃い色をここに全部につけたらすごいことになるから一番薄い色じゃないと これね、いつの間にかさここに入ってたあのチップなくなったんですよ悲しい。どこに行っちゃったの。悲しいよ。悲しいよ。ピンクを入れて、私はピンクが好きです。ピンクメイク、ピンクメイクも好きです。どうしようかな。最近は目の下に色をつけるのが好きなんですよ。そして、どうしようかな。そしたらこのキラキラのやつをここら辺につけてみる。
真ん中につけるのが好きです。おはようございます。もしここらで一丁アイラインつけてみないかん。あ、やってるよ。いいよ。つけてるかも。イヤホンしてた。おはようだね。昨日なんかめっちゃ寝る前に首が痛くなってから寝違えてはないんですけど寝る前に寝違えたんですよね。そんなことあるかな。急にね、そう、なんか首が痛くなってこの辺が今も痛いんですよね。何なんだろうこれ。こうしたらめっちゃ痛い。こうしても痛い。これ治らないのかな。これ治らないの。首の筋なんかしたの痛いよ。なんか今日私ちょっと首が動かないです。首が動かない。だから今日ね結構高い枕だったんですよ。いつもはね嫌だけどね今日は良かった。いい感じに首が収まってからコルセット体ごと動かさないと。そうそう、ここを押せないと思う。痛い。どうしたの。なんかストレッチでさめっちゃ首回すとかあるんですよ。できん。どうしよう、明日まで治らなかったら。久しぶりのライブなのに。激しい運動したら、あ、そういうこと？運動したら治るん？じゃあ明日のリハで治るかな。だからか、寝ても治らないのは。ちょ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 、
寒かったら余計に痛くなる。あ、そうなんだ。痛いな。あ、そんな治んないものなんだ、そんなに。寝違えたらやばいですね。大変だよ。お、ちょっと良くなってきた気がする。スプしなきゃんの。スプしなきゃいけない。スプ好きだけどさ。痛いわ。目立つ目立つ。湿布が目立つ。湿布の匂い私は好きだけどね。塗るタイプの。おはようでござる。あら、危ない。そう、今日私寝起きの目してるの。だからまた配信でノンスクショとか見たらびっくりするやつや。今が一番やばい。あくびした後が一番やばい。一番やばいよ。
なんかあくびしたまま首動かしたらさ、なんか痛くなるよね。よくわかんない。なんだやばい。イエイ。最悪しか勝たん。怖い。ビジョイって嬉しい。眠そう、そう眠い。朝ごはんね食べてないんですよ。食べたいけど配信してる。外に出てないから分かんないけど、寒いとかは部屋の中はあったかいよ。部屋の中はあったかい。寒そうですよ。昨日は寒かった。でも昼間は特にあったかかった。暖かいっていうか寒い中の暖かさ。天気良くないの。雨か。雨だったら寒いと思うよ。カイロ欲しいよね。思う。カイロ欲しい。ね、風が冷たそう。なんか会場の中は最初は寒いけど、後から暖かくなるんじゃない？最初は寒そうですよ。なんかでも後からどんどん人が集まってきてからポカポカになってきそう。なんか暖房入れるかわかんないけど。人のぬくもり。そろそろ終わりますよ。変わるかな。話し会ね、待ってます。全然いつでも、いつの日でも。いつどこであるかわかんないけど。いつの日でも待ってます。
タイミングが人それぞれあると思いますのでね。1位バリーさん、2位イワちゃん、3位ネガキュア学級委員さん、4位ワッキーさん、5位 F 渋谷さん、6位ヒデさん、7位タカさん、8位ハッシーさん、9位つよつよさん、10位タテサマー、11位ヤタロさん、12位 MTK さん、13位犬ちゃん、ヒロさん、ゼータンさん、ユウさん、ソウルメイトさん、アオちゃん、マイセンさん、ゴキザリーさん、クッキーさん、ゴジュアップくん、キャスパー大くん、イクゴピョンピョン、渡辺さん、サバタンさん、シナさん、マルカットテイトク、ラクラクさん、リンさん、ネオさん、ウチヒロさん、フジポンさん、パピポンちゃん、ありがとう。楽しみまーす。あ、顔が起きてきた。嬉しい。やったー。じゃあねー。